ハニーポッター悪夢見すぎ、悪い夢見すぎ、かわいそう。どうもよろしくお願いします。こんだけロンとハーマイニーと楽しい夜過ごしてもどうもよろしくお願いします。おはようございます。おはよう。まだ起きて15分ぐらいしか経ってないんですけど、今回やる企画は題して、セブンイレブン1万円分食べきれなければ YouTuber やめて来月から収入ゼロ1万円分食べきってみたもう今回はガチで食べような、あのお話メインでどんどん食べていこうかなと思います。寝られる。まずトントロスモーク。お前寝起きやからめちゃめちゃ喉乾いてるやん。何も喋らんと閉してすぐ飲み物いってるやん。私ルームソーダ全部全部1万1500円分ぐらい買いました。いただきまーす。あ、うまふぎやろ。サラダよ。チョレギサラダでございます。チョレギサラダじゃなくてチョレギサラダ。え、こんなん、え、タレ残ったらさ下に入ってるでしょ。どこに見てください。あ、ほんまや、タレないチョレギサラダかと思った。お、って言いたいだけや、チョレギサラダって牛焼肉マヨネーズ巻き、あれ一番うまいやつな。あ、今朝って言っても、あの、深夜3時やねん。やばい、やばい、痛い、あかへん、ほんまにあかへんやんか。負けて、あ、すごい、そういう時に付き合っててよかったって思うよな。どこで思ってんねん。トントロ完食。次、エビ新庄。聞いたことない。あっ。うわー、うんちでかいやろ。もうなんか誰が一番近くにうんこ漏らすねん。なわけねえかろうで。パンツ見せてんじゃん。俺からお前パンツ見せなかった。俺弊社ちゃん見てお前にパンツチェックさせなかったの。近くもな。なあ、絶対今のちょっと出てたやんな。次、大盛りご飯たっぷりタルタルなチキン南蛮。唐揚げやと思ってた、騙された。次とか言って一個も食べ終わったよ。なんかこいつな、一枚企画でこれ3つ買うやつおる。普通ダブらせへんで、同じもん2個買うやつあんまもらんねんって一枚企画で。自分で5000円払ってんから好きなもん食べさせろってばよ。手はよ出た。一時な、たあのナルト好きじゃないけどたまに手はよだけ出る。見たことないのに。ではチキン南蛮いただきたいと思います。うまい。みんな好きやで、何が好き、手はよかな、めっちゃうまい。わそこまでがいいもんね、お前の高菜麺大麻よ。あもうそろそろお腹いっぱいになってきた。あ朝やもん。みんな待って、俺ぐらいやらしてダメでないの。いや、だって朝やもん。最近の政治についてどう思う。一回ナピットでさ、ここのテストで安倍心臓を漢字で書くやつ入ってるけど、普通に心臓って書いてる。それあの心臓の、うん、それほんまに安倍の心臓やん。それ安倍心臓の心臓やん、それ。問題出してや、なんか問題出して、なんかあるやろ。まだみんな、お前が見てどうすんの。筋肉って書かれる。竹に、うん、竹に、力に、力。あー違う。筋肉筋肉、はい、次力振って食べる、中大キャベツ。ほら、せんな、振っとけ、最初から。次の問題出して。でも、これ読まれへんかも。豆腐板醤の旨味。豆腐板醤。長いから全部冷蔵庫直せ。これめっちゃ飲むじゃん。飲むでよ。え、これやって、これ、マジこれ。え、なにこれ、飲むよ。さてない。え、まずいキムちゃん、初めて。ご飯が進む。これはご飯進まないって書かなあかん。ご飯が進まないキムチということで。嘘、書かない。ここもう入れときます。じゃあ次、下ラバカニ風味。騙された、カニかと思ってた、カニカマでした。これ騙された、騙されたばっかや。騙された。でもカニ、うん、カニ風味。この2文字があったらもう2000万円。風味、風味、風味。あもうね。カニ肉は使用していません。主原料魚肉 100% です。騙されました。猫にあげろ。あお前、猫呼べ。ふんなん言わない。だいぶ少なかったの。ん意識変わってへん。でも3品目、3品な、3品目。こちら、3品目でございまして、言うの丸つけたらあかんな。丸つけないよ。最近の政治についてどう思う。でも一詳しいやろ、政治。今日は最近の政治についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近は
安倍さんが辞任されたということで、うん、次の、政治の人は眼鏡かけた人がちょっと期待されとって、スパ官房スパ官房長津田官房長官津田津田官房長官え、違う思い忘れた須田官房長官ということで、では応援していきましょう。まあ、めでるやんこれ。それが一位が面白い。そう、まあ、やっぱ令和やっぱみんな応援していかなかった。うわー、取るな。みそほら、最悪。まあ、確かに変えてもらったら iPhone の店行って。でも、何言ってんの。変えてもらえんで、みそ保険入ってたら。おい、そういう笑い好きやもんな。しょうもない笑い。味噌汁絞るときに味噌が iPhone ケースに付いた場合、無償で無償で携帯変えてくれんねん。一個前の世代に。それで発想待ってけど、どうした坊や。もう無理や。だって朝やもん、俺からしたら。朝や。俺230円企画でええわ。なんか面白いエピソードあと10個ぐらいのこと切られる。やばこいつ、めっちゃ厳しいや。今ので1個。あ、お前このキムチ食べてみて。俺まずいの食べるの好きちゃうの。嘘、頼むぜ。あかんって思うんないもん。それやくれ。こいつ思うんないくせに人いちいちしてくる。やべ、須田官房長官。俺それやっていく、このネタ。もう残ってんね。じゃあ猫呼んでこい。お前猫好きだ。じゃあ私猫一匹買おう。なんだってよ。やめて。台湾が裏に呼ばい。もうやめて。味噌汁飲んでんの。味噌汁飲んでるやつほら無防備なやつおらんからな。だーうわー。こいつクローズ見たてや、この女。普通さ、味噌汁あっちなのね。ここピンとかしてくる。辛くなってる。あ、お前これわかるか、さすがにわかるか。トロッと卵キー。卵キー。なんて読むのこれ。これ卵に黄色って書いてる。卵って違う読み方なんて思う。卵。あ、ラン。うん、ランも。せーイェーイ、ラオウです。皆さん読めましたかということで。お前しか読まれへんやつおらんわ。バシトロットミカ、これやったよな。上でも小学生がよくやるやつ。横って何。右か左な。横ってそんな大雑把なやつないから。これ食べていい。え、やめて。こいつさ、これ食う。あの、やめて。自分がさ頼んだやつやで、人分かったやつばっかり食べてくる。一個も食べてないやん、まだ。食べんか。じゃ、それがそれどっちか選べ。せこいね、お前。なんでやねん。俺があったやつやろ。なんで自分のお金で買ったやつやろ。なんでそんなに取られなあかん。でも、伊藤先生に何でも聞いていくわ。うん、何でも物知りやから。最近の少子高齢化についてどう思う。少子高齢化は、伊藤ちゃん言ったね。少子高齢化解決策、みんながうめ。そう、みんながポコ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 産んでる。ポコポコ政策。一人っ子政策じゃなくて、うん、ポコポコ政策。ちっちゃいやついる、そこ。一人っ子はそれいるけど、ポコポコはいる。ポコポコでいや。よし、くれへんそれ。もうさ、入れたからなってるみたいな。あ、うん、スルメは全部編集してる時とかにもずっと食べてる。あ、そうやって言うほどのことか、今。他なんかないかな。あと5個くらいエピソードだったらいいけど。え、2時間ぐらいのくらいだもん。嫌いな動物とか生き物、家があった。ゴキブリとかの方が全然いける。そやね、やばすぎる。ゴキブリとハチの方が。うん、俺も蜂に1回刺されてるから、もう次ないからな。もう本物の、本物のスナイパーに見えるもん。ハチ。うんちタイム。うんちタイム。スルメ食べ過ぎたらさ、うん、むくみやすくなる。頭痛、腹痛、胃痛、下痢、吐き気、鼻が臭い。最悪の食べ物ね。もう毒物やろ、それ。眠たくなってきたから終わる。うん、これ寝落ちするわ、今朝。これ蚊に構えた芝居たんで。蚊に構えた何の。香り箱、原材料名、酢飯、蚊に風味かまぼこ。捨ててまおうかな。ほらな。もうそろそろ限界来ました。すいません、だいぶ食べた。多分1万円中9500円分ぐらいに食べたんじゃない。そんなことないで。じゃあもうそろそろ終わるわ。終わりたいと思います。じゃあバイビー。バイバイ。